友近のサタデーミュージックボックス祇園祭りの日を過ごしたんですけど、ただ祇園祭りには行けなかったんですよ。やっぱちょっと遅かったんでね。あの、終わったのも。でも、やっぱお祭り時期になるとなんかこう、ワクワクゾクゾクするというか、まあ、ジ子さんもね、お祭りが好きで、ですからま、お祭り女っていう曲も出したんですけども、じゃあま、リクエストの河内のおっちゃんさんのリクエスト、水谷千恵子さんでお祭り女です。と。もう一つございますね。こちら。 友近さん水谷千恵子さん大好きさんから頂きました。ありがとうございます。福岡の方ですね。友近さんこんばんは。7月1日と7月8日に出演されたサタデープラス見ましたということで。 そうなんですよ。サンタデープラスというね、あの、番組、MBS の番組ですけど、曲は違いますけども、よく出させていただくんですよ。で、いろんな企画にも参加させてもらって、最近は b ジャパンっていう日本の、やっぱ美しさ、伝統なものをもう一度見直してみよう。素晴らしいものがありますよ、日本のものには。ということで、この前は丸山くんとね、浅草のロケをしてきたんですけどもね、まあ、そのことについて書いてくださってますけども、えー、丸山くんと浅草デートしてましたね。 ロケとはいえ、友近さんとデートできる丸山くんはいいなって。あ、そっちの目線で見てくれてるんでありがたいですね。丸山くん、ジャニーズの丸山くんとデートできていいな、友近さんじゃなくて、友近さんとデートできる丸山くん、羨ましいということで、嬉しいね。 えー、丸山くんともさんに、えイヤリングを買ってあげたりとか、寝付けを買ってあげたりとか、完全に彼氏がすることだよって思いながら見てましたという。ね。で、昼なんですも友もさんが出てる木曜日見てます。一緒にやってる仲間淳太くんの奥さんコーナーも大好きなんですよっていうね。ジャニーズウェストの仲間くんとはね、仲良くロケさせてもらってますよ。なんか波長が合うんですよ、彼とはね。こう、楽にいられるというかね。えー、私はまだ奥さんではありませんが、淳太くんの奥さんというセリフにいつもキュンキュンしています。 いるんだあの、奥さんのコーナーでキュンキュン、本当にしてる人が。嬉しいね、順太くん、これ、えー。他にも肩こり改善のロケも行ってましたね、と。トヨタアナウンサーと行きました。私も肩こりなので、気持ちはすごくわかりますよ、ということで。私も一緒になって改善法やっていきます。一緒に肩こり改善頑張りましょう、ということをいただきました。やっぱ肩こりっていうのは本当、まあ、も言う、よたかな、日本人特有の病気ですね、あれ。で、日本人はやっぱり周りの目を気にしたりとか、 なんか、こう、素直に生きてない人が多いのは日本人らしいですね。なんか見栄を張ったりとか。 あと、お腹が出てるから恥ずかしいから隠そうとかね。もうそれはもう私なんかももう代表ですよ。もう絶対に二の腕お腹は隠したいっていうね。でも海外の人ってそれがないでしょう。もうどんな胸でもどんなお尻でもどんな腹でもボーンと出してビーチ歩いてるでしょう。そういう人たちってやっぱり他の人の目を気にしてない。自分は自分、人は人やから変にストレスがたまらなくて肩こりがないらしいですね。だから日本人が肩こり多いのは周りの目を気にしすぎるからという。現にね、今日私森泉ちゃんとロケ行ってたんですよ。森泉ちゃんっても もう本当に天真らマンというか思ったことも言うし、あのー、なんかその日に全部嫌なことも解決してるし忘れてそうっていうイメージあって今日接してみたらやっぱりこの人、あのー、ま、いろいろ考えてると思うけど、まあ、素直に生きてる子やなと思って肩こり歩いたら全くないって言ってたから、あ、やっぱそうなんだと思って、そうなんですよ。でも今から意識して周りの目を気にせんとこうってなるとまたそれがストレスになったりね、するから、これはもう日本人の病気ですわ。 まあでも私肩こりの直し方ね、気候の先生に教えてもらったんですよ。腕を肩より下ろさずに上げて直角に曲げるでしょ。んで、言うたら、こう、肘と肘をくっつける。で、えっ、ー、と、また開いていく。で、後ろまで持っていくギリギリのとこまで行く。そしてまたこれを、肘と肘をくっつけるっていうのを10回ぐらいゆっくり繰り返すんですよ。ほんならもう、一瞬で治りますよ。首とか肩が回り出す。 これやってみてください。実際昼なんですもこの動きあったんですけど、その前に私はさっきこの先生に教えてもらってたんですけどもね。ちゃんとしたやっぱトレーナーにつくとね、治りますよ、本当治るというか、まあ、改善されるというかね。はい。というようなメールもいただいております。そしてこちら。映画大好き、よっくん、堺市在住の方からいただきました。えー、ほんと楽しい番組ですね。ということでありがとうございます。 リクエストをくださっております。リクエストは映画でもドラマでも結構なんですけど、スタートレック宇宙大作戦のテーマをお願いします。間違いかもしれません。いや、間違いじゃないですよ。もうこの番組は何でもあれですから。どんな曲でも流します。はい。ではリクエスト曲にお答えいたしましょう。スタートレック宇宙大作戦のテーマです。どうぞ。あとね、そうそうそう。私、最近、時間があったらお芝居見に行ったりとか、誰かのライブ見に行こうっていうのを積極的にやってるんですけど、それこそ機能です。 ビルボード東京ってとこでシャカタクが来てたんですよ。あの、イギリスのフュージョンバンドのシャカタクが。で、今日大阪に来てますわ。だから私と行動一緒です。<laughs> はい。 で、たまたまネットでこう検索してて、で、あと、シャカタクの曲とか、タタン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 タタンってあるでしょもう1980年代の言うたら、男女七年夏物語とか秋物語の BGM でも流れてたし、本当にあの、昔懐かしい青春時代を思い出すあのフュージョン。タタンタンタンタんン、タンタタンタンタン、タンタタンタンタン、タタンタンタタっていう。大体、まあ、50代の、 うんから60代の間の人の青春。まあ、40代後半の人がよく聴いてた曲なんですけど、私はもう小さい頃からよくちょっと背伸びをしてましたから、よく聴いてたんです、シャカタクを。で、単独ライブの客入れの曲も、あと合間の曲もシャカタク使ってるぐらいなんでね。で、そのシャカタクさんが来るということで、東京ビルボードライブ。で、行けないかということで、昨日一人で行ってきましたよ。よかったね。大人の空間なのに、ね、あの、ビルボードっていうところのライブ会場はね。 ま、食事を取りながら、で、東京のミッドタウンの中にあるから、カーテンをバーって開いたらステージの奥が、もう夜景がものすごい綺麗に見えるんですよ。で、かなり上の方にもありますし、庭園も見えるわけです。屋上の庭園のところは、ガラス張りになって、その中でライブを行っている。で、まあ、ライブが始まったらそのカーテンが、あの、照明のいろんな都合もあるから閉まるんですけど、 あの上質な大人の空間を味わえて、しかもそこでシャガタクの曲を聴けるっていうのがね、幸せでしたね。で、周りの人見ると、だいたいまあ50代以上のサラリーマンと主婦の方、自分たちの青春が思い出されるんでしょうね。もう立ってみんな踊って、拍手して、で、シャガタクも、こう日本によく毎年来られてるみたいで、で、も日本のことも詳しくって、で、そのものりもあるから、英語で喋られてるんですけどね、 もう常連のお客さんが多いんでしょうね。日本語じゃないけどみんなもう絶対決まったところで笑ってるんですよ。だからもう毎年の常連さんなのか、もうそういう英語ができる人とか、語学が堪能な人が見に来てんのか。あこの中でちょっと聞けるっていうその環境も私は嬉しかったですけどもね。で、冗談言うて、わーっと盛り上げてパッ パッとストップさせて、またわーって煽ってパッとストップさせてっていうのを繰り返すんですけど、そのわーっていうところを本当は増やさなあかんけど、ストップのとこばっかり増やしてみんながなかなか拍手できないみたいなノリとかを作ったりとかね。ああ、面白いなぁと思って。で、そこのビルボードライブの会場を見てたら、これ、ちえこさんとしゅんれいさんのね、二人のライブとか1時間15分ぐらいで食事食べながらお酒飲みながら見るっていうのもいいんじゃないかなと思って、これをちょっとちえこさんに今度提案しようと思ってたんですよ。はい。いや、しゃかたく最高でしたね。 大人な上質な空間を過ごさせていただきましたありがとうございますではそのシャカタクの曲聴いていただきましょうか一度は皆さん聴いたことあるんじゃないでしょうかね聴いていただきましょうナイトバージですどうぞはいというわけで聴いていただきましたナイトバージでしたではチエコさんにバトンタッチしたいと思いますチえコさんどんまいチえコのよっこいシャラチオ チェコの横書ラジオです。懐かしいよねやっぱり、チェコの世代というか、シャカタクちゃんはさ、あの、女性二人いて、そして男性のキーボードの方とか、あの、ギターの方とかもユニークなのよね皆さんが楽しいバンドというかさ、なんかチェコも精神思い出しましたよ、今の聞いって。うん、いろんな方とやっぱり、チェコもあったじゃんそのアランドローンをはじめね。 うんやっぱり青春ですよ曲を聴いてこう自分の若い頃思い出すって素敵よね香りと曲でその頃が蘇えるって本当素敵な話だと思う チェこにもいっぱいメールが来てるということでありがとうございます。こちら、ピンピンピン子さんから頂きましてありがとうございます。先日、長崎諫早市のありがとうコンサート見に行きました。ありがとうございます。幕が上がった瞬間からチェ子先生の歌声、パワーに圧倒されてエンターテイナーブリでみんなを魅了しながらも地元の踊りの披露あり、質問コーナーあり、とても暖かいコンサートでしたね。 ありがとうございます。チェイコ先生のような大御所を拝見するのは初めてでしたが、先生の優しさが溢れていて、しかも生で豆腐開きを拝見できて、そして握手までしていただきました。これでもう5年は健康と幸福を手に入れられたと確信しました。<laughs> ありがとうございます。え、コンサートの中で音楽番組にご出演されたお話がありましたね。星野源さんも曲紹介の豆腐開きもお見事でしたということで、あ、これニッテルちゃんの番組でね、やりましたよ。 もう、諫早も最高に盛り上がりましたしね、熊本の荒尾も盛り上がりましたよ。熊本の荒尾に関してはね、すっごい、あの、山を越えて、山を越えて、峠を越えて行ったから、本当に快感あるのかしらなんて一瞬ちょっと思っちゃったんだけど、急にファーッとこう、グリーンランドっていう遊園地があって、その日は花火大会の日っていうのもあってね、お客さんがたくさんいてね、そして荒尾の方もチケットもすぐ完売したなんて情報も聞きましたから、 安心して政治ージの方を出させていただきました。そしてお客さんももう本当にペンライトもいっぱい購入してくださってね、盛り上げてくださって、もう立ち見の方もいらっしゃって、チェックは本当 本当に愛されてるなっていう風に思っちゃいましたよ。ありがとうございます。そして、諫早の方もね、盛り上がっちゃってね、会館もすごく大きかったんだけども、たくさんの人に来ていただいて、地元の本当に舞踊な方あろうも、諫早もそうなんだけど、そして、チエコキッズのちびこたちも来てくださって、ありがとうございました。質問コーナーも面白かったわよ。皆さんね、もうちっちゃいあの、小学生の子がね、チエコさんが今まで生きてきて苦労したことはなんて <laughs> いうもんだからさ、なんかチエコも胸が痛かった。 でもちゃんといろいろ説明しましたよ。ね、大人たちもみんな暖かく見守ってね、その子たちを。<laughs> みんなでこう一緒になったって感じでした。本当にお世話になりました。また行きたいと思います。ありがとうございます。そしてね、この方にちょっとお答えしなくちゃと思ったメールがあったんだったっけどれだっけ あ、はい。トロロハリウッドさんから頂きました。ありがとうございます。東京でのキーポンシャーニング歌謡祭に来ていただいたということでね。ありがとうございます。 僕はチェコ先生の新曲が楽しみの一つでもあります。今度の新曲は何だろうと胸をワクワクさせて、ワクワクってのがワクワクさせてようなワクワクで表記してますよ。えー、新曲が始まるとそこには、さつきだけに雨が滴る中、おいらん道中が、よ、さすがは五車秀夫監督と言いたくなるような情景でした。 そう、新曲がね、サミダレ道中っていう五社秀夫監督の映画の吉原炎上をイメージして書いていただいたんです。次はこのサミダレ道中を、えー、音源化するんだろうなぁとなんとなく思っていたのですが、その後に春麗ちゃんとの大体ふらふらの音源化やいろんなところでキャンペーンが展開されて、サミダレ道中はいつ音源化されるんだよと、プチ感触を起こしておりました。 感触起こさないで、それで。えー、うちくるちゃんもエムテちゃんもフラフラちゃんで、歌コンちゃんではあれ、お歌はっていう回もあって、そうなんですよ。歌コンはね、最近あんまり、あの、歌唱がないの。賑やかしで行かしてもらってんの。えー、大体フラフラが大人からちびっ子たちにも大人気の名曲なのはもちろん存じておりますが、これからいろんなところでサミダレ道中を披露してくださると嬉しいなと思います。 実はいろんなところで披露していて僕が見逃してるだけかもしれませんが、先日7月8日のマキ田のスパコンちゃんとのジョインを見に行かせていただきました。そうなんですよ。ライブゲストで呼んでいただいたんですよ。サムダル道中の一節というかサビが久々に聞きて非常に嬉しかったです。いろんな夏イベント決まって忙しいと思いますが、熱中症に気をつけてくださいね。僕も千恵子先生に熱中症なのでほどほどにします。なんでだよー かっこ笑いっていうことで。ユーモアに溢れる方トイドハリウッドちゃん、ありがとうございます。そう、サミダレ道中はね、実はまだ音源化されてなくって、ありがとうコンサートとかキーポンシャイニングでは披露してるんですよ。でもね、あのー、実は、ちょっとこう、チ恵コのアルバム化の話が進んでおりましてね。うん、まだはっきりは決まってないんだけど、その中には必ず入りますし、あと、サミダレ道中は今度のフェス あ、それこそ何 ?8 月5日って今日あ、もう終わった。<laughs> そう、今日大阪のフェスではサメダル同士歌ったんですよ。うん。あと、東京のフェスでも倒し、あと、9月の3日にある村方のね、福岡の村方フェス。1時頃からの2番なんだけど、これはね、サメダル同士歌いますから。はい。そして8月25日の神奈川での音玉フェス。こちらも歌います。 ですので、もう大阪終わっちゃったのよね。ごめんなさいね。でもこの方は、どちらに住んでんのもし東京だったら、あ、東京だね。昭和女子大学のキーポン見に来てくださったってなってるから、8月25日。 金曜日の神奈川での音玉フェスではサメダル同時歌えますのでぜひ聴きに来ていただけたらと思います。ありがとうございました。それでは今月の一曲をもう聴きながらお別れの時間になりました。ごめんなさいな、というまで。では、松坂祐希ちゃんで愛のかけらです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。